1954年の西鉄ライオンズでは、1954年の西鉄ライオンズにおける動向をまとめる。この年の西鉄ライオンズは、三原治監督の4年目のシーズンである。三原監督が就任して4年、前年 A クラス入りしながらも借金で終えたチームは、巻き返すべく、前年入団の豊田やスミツを2番に据える、攻撃型野球でスタート。また、 この年入団の大木明が2類のレギュラーを獲得するなど、西鉄初期からの選手が衰えて、黄金時代からの選手が台頭したシーズンとなった。チームは5月以降毎日とのマッチレースとなったが、8月には、前年まで3連覇の南海が18連勝などで、もうつい、2位難解の91勝を1勝下回ったものの、球団創設5年目にして、初めてのリーグ優勝を達成。 同年の日本シリーズは同じくセリーグで、初優勝の中日との対戦となったが、敵地でわずか1点しか取れず連敗するスタート。本拠地の平和台に移った第3戦と第4戦は、逆に、西鉄打線が、計8得点で打ちまくり、第6戦に勝って3勝3敗のタイとするが、第7戦で、中日のエース杉下茂の前に打線が沈黙。 先発の河村秀文と2番手の川崎徳次は中日を3発6安打に抑えるものの7回裏に先制されて万事休す。最終的に3勝4敗で敗れ日本一はならなかった。しかしこの年の日本シリーズで負けたことが1956年からの3連覇、そして打倒巨人へと結びついた。この日本シリーズからユニフォームが一新。帽子マークも 西鉄の象徴である NL マークに変更され、黄金時代を迎えることになる。ありがとうございます。